昭和に大人気だったあの飲み物の現在を知っていますか？喉乾いたわー。ごくごくごくプハー。コーラって時々飲むと爽快感を感じていいのよね。お、コーラを飲んでるのか？私も飲みたいんだが。ごめんなさいね、今一気飲みしちゃったわ。仕方がない。けどさ、昭和の頃ってコーラの種類なんて限られていなかったかしら？今はいろんなところで販売しているな。コーラ以外にも昭和と今では違っている飲み物って結構あるんだぜ。そうなの？気になるわね。そこで今回は昭和と令和の飲み物を徹底比較していくぜ。視聴者の皆様もいろいろ意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。まず一つ目に紹介するのは、コーラだぜ。今私が飲んでいたからそのつながりってことね。ゲフー、あらごめんなさい。話の途中でゲップはやめてくれ。炭酸飲んだ後に話をしてると出ちゃうのよ。不可抗力ってことで許してよ。昭和のコーラって言うと炭酸飲料の二大巨頭とも言える、コカ・コーラ、ペプシコーラしか思い浮かばないわ。確かにコーラというとコカ・コーラ、ペプシコーラだな。ちなみに両者の味の違いってわかるか？なんとなくだけどわかるわよ。コカ・コーラは甘さが強く、クリアで爽快な味わい。ペプシコーラは甘さ控えめでフルーティな風味があるぜ。昭和って言うと私はコカ・コーラなのよね。とりあえず昭和のコーラについて紹介していくぜ。日本で最初に、コーラ飲料輸入されたのは1914年大正3年だ。昭和でもないのね。大衆に広まるほどの人気はなかったようだぞ。その後日本にコーラが定着したのは戦後、米軍の駐留とともにコーラが日本に入ってくるんだ。アメリカ人とコーラってワンセット的なイメージよね。ちなみにコカ・コーラが日本に進出したのが1957年昭和32年だ。ペプシコーラが1947年 GHQ の専用飲料として入ってきているぜ。日本上陸はペプシが早いのね。しかし、市場調査などではコカ・コーラ 80%、 ペプシコーラ 16% で圧倒的にコカ・コーラが人気だぜ。これは昭和から変わらないだろうな。コカ・コーラは様々な戦略により、昭和の終わり頃には人々に受け入れられる商品になったぜ。これは私のイメージなんだけど、ペプシコーラは平成に注目されたコーラというイメージがあるんだ。それ私もわかるわ。昭和より平成ね。どうしてかしら。では、ここからは令和ではなく、平成以降のコーラについて詳しく紹介していくぜ。霊夢、ペプシコーラというと、どういうイメージを持ってる？そうね、様々なフレーバーのコーラというイメージがあるわ。例えば、レモンコーラとかチェリーコークとか、これはペプシが一番最初に出したのかしら？レモンコーラとチェリーコーク、確かにペプシという印象があるよな。ちなみにこの変わったフレーバーのペプシコーラは、今では毎年恒例の限定商品になっているぞ。そうだったの。このマジか。と叫びたくなるようなフレーバーシリーズは2004年頃から始まってるぜ。どんな味がこれまで出ていたのかしら？私たちが紹介した以外には、スパイシーで赤い見た目にペプシレッド、斬新な組み合わせペプシアイスキューカンバー。キューカンバー？キュウリってこと？そうだぞ。シソ、小豆、バオバブ、塩スイカに、謎味的なペプシゴーストなんかもあったんだ。ペプシが何をしたいのかわからなくなってきたわね。2023年の最新だとブラックチェリーチョコレートグミフレーバーがあるぞ。もうどんな味がやってきても驚かないレベルだわ。このようなぶっ飛んだフレーバーでも驚かれないのは、近年のコーラ事情も関係しているんだ。コーラ事情？そうだぜ。近年巷ではクラフトコーラが大人気なんだ。クラフトコーラ？聞いたことはあるけどいまいちわからないわ。クラフトコーラとは手作りのコーラであり、これまでの製造方法とは異なったコーラなんだぜ。コーラが大規模な工場で作られるのに対して、クラフトコーラは個人や小規模な工房などで作られているんだ。スパイスや柑橘類など自由な発想でコーラを作れるので人気なんだ。これまではほとんど大手のコーラが主流だったから時代はかなり変わってきているぞ。そうなんだ、私も今度クラフトコーラ作ってみるわ。怪しいフレーバーはやめてくれよ。二つ目に紹介するのは、蜂蜜レモンだ。懐かしいわー。昭和の蜂蜜レモンの代表格は、サントリーの蜂蜜レモンだぜ。わー、このパッケージ懐かしい。夏の暑い時にガブ飲みしたものだわ。サントリーの蜂蜜レモンは1986年昭和61年に発売されたんだ。もっと古いかと思っていたわ。発売したのは9月。え？ 9 月。春先とか夏場じゃないの？そうだぜ、冬場のホット飲料として発売しているんだ。確かに冬場のホットも美味しいんだけど、意外すぎたわ。実はサントリーはその逆で冬場をターゲットにしていたのに、夏場に爆売れしてしまったという印象だったんだ。レモンの爽やかさと蜂蜜の甘さ、健康的なイメージが夏場やスポーツの後にぴったりだったんだ。蜂蜜と言ってもそれほど甘くないしね。ブームというのはいつか終わるもので、蜂蜜レモンブームも数年で収束したんだ。
ブームの間には有名企業から零細企業まで数百社が参入していたと言われているんだぞ。蜂蜜レモンを売り出したサントリーは、競合が多すぎて2000年には当時の主力商品だったなっちゃんに統合したんだ。蜂蜜レモンに飽きたのかしら？なっちゃん蜂蜜レモンも2003年には終売しているぜ。間違いなく飽きたわね。そして時が流れて2011年、サントリーが蜂蜜レモンを復活させたんだ。心変わりかしら？この時は復刻販売だったけど、想像以上のヒットとなり、再び定番商品に返り咲いたんだ。わあすごいパチパチパチ。すごいと思っていないような言い方だな。ちなみに蜂蜜レモンという商品名は商標登録されていないんだ。え？ここまで大人気なのに？蜂蜜とレモンが原材料名なので、商標登録できなかったんだ。それで何百社という会社で蜂蜜レモンが出まくったのね。ちなみに現在蜂蜜レモンを販売しているのは、サントリーと大道、三ツ矢サイダーなどだ。蜂蜜レモンの場合、蜂蜜とレモンという形で販売している場合も多いぜ。サントリーが定番商品化してくれたから、気兼ねなく蜂蜜レモンを飲めるわね。三つ目の紹介は、子供用ドリンクだぜ。子供用ドリンク？大人が飲むようなアルコール飲料を真似た、子供用のドリンクだぜ。ああ、子供ビールとかね。そうだぜ。一番に思い浮かぶのは子供ビールって人も多いだろうな。子供の頃は憧れた飲み物だけど、大人になって飲んでみると結構なんじゃこやって味に感じるのよね。普通にジュースはたくさんあるんだから、わざわざ子供用を作る必要がないのに、どうして子供用ドリンクを作ったのかしら？では歴史を紐解いていくぜ。子供用ドリンクは、いつの時代にもあり得る、子供が大人の真似してビールなどのアルコール飲料を飲みたい。そのような欲求を満たしてあげるための商品だぜ。子供って大人の真似を何でもしたがるからね。当たり前ではあるけれど、アルコールを子供が飲むのは危険だし禁止されている。お酒もタバコも二十歳から、ね。子供用ドリンク、ノンアルコール飲料として一番古いのがシャンメリーだ。シャンメリー？シャンメリーの誕生は1947年昭和22年なんだ。かなり古いわね。その頃から子供向けだったの？当時のコンセプトは高級なシャンパンを一般向けにしたいというものだったんだ。だとアルコールは入っていたのかしら？いや、お酒ではないシャンパンソフトシャンパンとして誕生しているぞ。しかし、シャンパンという名前にフランス政府が NG を出したんだ。そこでシャンパンのシャンとクリスマスシーズンを狙った商品だったのでメリーでシャンメリーになったんだ。ターゲットは子供ではないんだけど、現在は子供がクリスマスに大人と一緒に楽しむ飲み物として定番になったんだぜ。シャンメリーのような子供が大人気分を味わえるドリンクが昭和に発売されて、数十年経った頃、ふと子供は思ったんだ。ビール飲んでみてー。それダメ絶対。シャンパンだけではなく、ビールも子供用を発売したらウケるかも？と思ったかは確かではないが、サンガリアが子供の飲み物を販売したんだぜ。1983年昭和58年だ。サンガリアでは泡立ち飲料としており、ビールのように泡が立つのが特徴の飲み物なんだぜ。これで子供が憧れる泡でヒゲを作ることが可能になったのね。これが進化したのがハリーポッターのバタービールだぜ。それは違うでしょ。ちなみにサンガリアの子供の飲み物は、富士リンゴエキスを使用しているのでリンゴの香りがするんだ。だから甘ったるい香りがしたのね。ビールと思うと違和感があった理由がこれね。それからまた月日が過ぎて、また子供は思ったんだ。もっとビールらしいビールが飲みてぇ。怖いってその言い方。よりビールらしい形で販売されたのが子供ビール。これは2003年にトモマス飲料が発売したんだ。わぁ、遠目から見たらビールね。トモマス飲料は地サイダーや果実サイダーを製造販売する店で、子供ビールの味はやはりリンゴ味なんだぜ。見た目は子供の飲み物よりもビール感が強いわ。大人が子供ビールを前にしている写真があるけど、どう見たってビールだわ。このより本物らしい感じが子供にも、もちろん大人にだって好評だったんだ。いつの時代の子供も大人に憧れている。憧れを疑似体験できる飲み物が子供用ドリンクなんだぜ。大人になるための勉強と思って大人は飲ませてあげてほしいわね。四つ目に紹介するのは、缶コーヒーだぜ。コーヒー？缶コーヒーだぜ。コーヒーはいつの時代も変わらないんじゃない？チッチッチッ、甘いな霊夢。昭和のコーヒーと令和のコーヒーは想像以上の違いがあるんだぜ。そうなのかしら。ズズズズ。って飲んでいるそのコーヒー。ジョージアのマックスコーヒー。かつては北関東で販売されていた幻コーヒーだぜ。練乳入りっていうかなりの甘さが特徴だぞ。これは仙台で購入したのよ。時代は変わり、今は仙台と北陸。マックスコーヒーは北関東限定のコーヒーだったけど、紆余曲折あり現在はローカル商品になり、現在は仙台と北陸のコカ・コーラエリアで販売されているんだぜ。東北と関東北陸東海地方で購入できるので、購入してほしいぞ。大興奮するほど飲みたかったのかしら？
とにかく昭和の缶コーヒーを紹介するぜ。何か思うことがあったのかしら？缶コーヒーの歴史は1969年昭和44年。UCC 上島コーヒーが UCC コーヒーミルク入りを販売したのが最初だぜ。UCC の創業者である上島忠夫が、駅の売店で瓶のコーヒー牛乳を飲んでいた時、発車のベルが鳴り、飲みかけを店に返したことがきっかけだ。瓶を返すことがルールだったのかしら？だから瓶を持って列車には乗れない。瓶ではなく缶にすれば持ち込める。これが缶コーヒーの発想だったんだ。しかし、上島忠夫の発想よりも早く缶コーヒー開発している男がいたんだぜ。UCC を上回る発想力のある人物ってことよね？ミラコーヒーの三浦義武だぞ。これは世界初の缶コーヒーであり、大手ではない個人が作り上げたものなんだ。そうなると缶コーヒーの歴史は日本から始まっているということね。そういうことになるぜ。その後缶コーヒーは時間をかけてではあるが市民権を得てきた。缶コーヒーができたことで、様々なコーヒーを味わうことができるんだぞ。マックスコーヒーは北関東限定のコーヒーだったけど、今は各所で飲めるんだ。コーヒーがお店でしか飲めないというもどかしさから解放してくれたのも、缶コーヒーなんだぜ。手軽に美味しいコーヒーが飲めるのはありがたい話よね。缶コーヒーというとプルタブをプシュッと開けて飲むイメージだが、飲み切らなきゃいけないというデメリットもあるんだ。持ち歩けるけど飲み残しができないのが問題ね。近年はリキャップ缶と呼ばれる、蓋の開け閉めができるボトルタイプも生まれているぞ。ボトルタイプは便利よね。飲みかけをカバンに入れて持ち歩けるもの。まだまだ普及していると言い難いが、便利なものが今の世の中にはあるんだぜ。最近は缶よりもペットボトルタイプが主流になっているけど、やっぱり缶コーヒーは捨てがたい存在。寒い日には北海道代わりになるから、ぜひ購入してくれよな。5つ目に紹介するのは、カルピスだぞ。日本初の乳酸菌飲料はカルピスなんだぜ。カルピスの発売は100年以上前の1919年大正8年だぞ。ドロリとしたカルピスを水で割って飲む。好きな濃さにできるのが魅力ね。カルピスは白い飲み物というイメージがあるけれど、いろんな味のカルピスが出てきたのが昭和だぜ。1958年に濃厚オレンジカルピスが発売され、その後パイングレープなどが発売された。グレープは今でも人気だわ。1962年昭和32年にグリーンティーが発売しているんだ。緑茶よね？イメージできないわ。今でこそメジャーになっているカルピスソーダが発売したのが1973年。最初は首都圏のみで限定販売だったんだ。その後1991年にカルピスウォーターが発売されるんだ。え？カルピスソーダは缶？ソーダぞ缶飲料だ。その後出たカルピスウォーターも缶？そうだぜ。カルピスウォーターがカルピスソーダより後っていうのも不思議ね。普通のカルピスは原液を割って飲んで欲しかったんだろうな。確かに好みの濃さになっていない人にはいまいちの味なのよね。そういう人向けに濃いカルピスウォーターも発売されたんだぜ。確かにあったわ。濃くてとっても美味しかったわね。令和の今のラインナップだと、カルピスとメロンクリームソーダを一緒にしたもの。カルピスザ、リッチ、カルピスと森永ミルク練乳なんて商品があるぞ。森永ミルク練乳とのコラボなんて、濃ゆさを追求した究極の美味しい飲み物じゃないかしら？店頭で見たことはあっても、まだ飲んだことがないから今度試してみるぜ。カルピスは体にいいことがたくさん詰まった飲み物だ。原液を自分で好きな濃さにもできるし、手軽に購入して飲むことも可能だ。この先100年もカルピスはきっと私たちの身近な存在となるはずだぞ。カルピス飲みたくなってきたわ。6つ目は、缶チューハイだ。アルコール飲料の登場ね。缶チューハイの元は何だか知っているか？チューハイね。そうだな、お酒好きな霊夢ならば知っていて当たり前の話だな。缶チューハイの前にチューハイの歴史をちょっと紹介するが、チューハイは1980年代にハイボールの代用として誕生したんだ。焼酎を用いた低アルコール飲料が人気になりチューハイブームがやってきたんだ。あの美味しさだからブームになるのも頷けるわ。人気のチューハイを手軽に飲みたい人向けに誕生したのが缶チューハイ。1984年昭和59年に宝酒造が発売した宝キャンチューハイだ。今でも販売している缶チューハイよね。ちなみに発売当初の宝キャンチューハイのフレーバーはレモン、純ハイ、プラム、グレープフルーツだ。純ハイ？純ハイは宝焼酎純で作られたチューハイで、当時宝焼酎純で作るのが人気だったんだ。その後アルコール飲料を取り扱うメーカーが様々な缶チューハイを発売したんだ。宝キャンチューハイと同時期に発売して人気だったのが、サントリーのタコハイだ。タコハイ、聞いたことはあるけど、実際に飲んだことはないのよね。タコハイは缶チューハイのパイオニアとして、宝キャンチューハイと共に初期の缶チューハイを牽引してきたんだ。タコハイって最近も CM になっていたけど、なんでタコハイなの？いい質問だな、霊夢。公式ホームページでも紹介しているけれど、タコハイ、タコハイとなったんだぜ。
幸せになれるチューハイってことね。まあ霊夢の場合はアルコールだったら全てがタコってことだな。ひどいわね、その言い方。ちなみに缶チューハイの歴史は氷結によって分けることができるんだ。氷結？氷結はキリンが2001年に発売した缶チューハイなんだ。発売当時の名称は氷結果汁だぞ。かなりインパクトのあった缶チューハイだったわ。ウォッカベースの缶チューハイで、果実のみずみずしさを出すために凍結させたストレート果汁を使用しているんだ。それが名前の由来なのね。氷結の発売以降、缶チューハイはよりカジュアル化しさらに進化をするんだぜ。進化って？ストロングの登場だ。ストロング、私の命の水だわ。ストロング系チューハイとも呼ばれているが、安くてしかもアルコール度数が高いのが特徴だぜ。9-12% のアルコールを低価格で飲めるなんて本当にありがたいわ。ちなみにストロング系は2000年代後半に登場しているぞ。ストロング系缶チューハイは少しの量で酔えるのが最高ね。だがそれも良し悪しなんだぜ。どういうこと？飲みすぎて見境がなくなってしまうなんて話もよく聞くぞ。それって私じゃない？そうだな、今後は注意してくれよな。はい。ちなみに令和の今の缶チューハイで多いのが無糖だ。そういえば最近無糖チューハイって結構出ているわね。第3次トレンドなどと言われていて、果汁の旨味やお酒自体の旨味がダイレクトに感じられると人気なんだ。近年甘さ控えめの風潮があることも理由らしいぞ。甘いのもいいけどね。今後も缶チューハイは進化していくはずだ。もっと美味しい缶チューハイと出会えるのを楽しみにしてるわ。最後に7つ目、エナジードリンクだ。エナジードリンクって最近の飲み物ってイメージがあるわ。確かに日本では2005年に初めて販売されたんだ。じゃあかなり新しい飲み物なのね。エナジードリンクとしての歴史を紐解く際に紹介したいのが、タイの栄養ドリンクだ。1978年にタイで開発されたグラテンデインという栄養ドリンクだ。これはリポビタン D をベースとしたものであり、飲みやすく低価格なのが特徴だ。このグラテンデインに着目したのが、ディートリッキー・マテシッツ。誰それ？レッドブルの創業者の一人だ。知らなかったわ。グラテンデインを世界販売するために改良を重ねたのがレッドブルだったんだぞ。翼を授けたってわけね。日本にエナジードリンクが入ってくるまでは、肉体疲労の栄養補給は栄養ドリンク一択だったんだ。そうね、栄養ドリンクを飲んで仕事や遊びに頑張る人がたくさんいたわ。しかし、栄養ドリンクって量少ないと思わないか？確かに少量で効果があるのかもしれないけど、少ないのよね。物足りなさを感じる人もいた中で、2005年やつが日本に上陸したんだ。レッドブル。強烈な CM だったわよね。そうだな、このキャッチコピーはかなりのインパクトだったぜ。栄養ドリンクとは明らかに違うおしゃれなパッケージ、そして量が栄養ドリンクの倍の量。これまで物足りなさを感じていた若者などは、真っ先にレッドブルに食いついたんだぜ。栄養ドリンクが肉体疲労の改善だとしたら、レッドブルはテンションを上げるために飲む。レッドブルは魅力的なエナジードリンクだったが、値段が高かった。そこがネックだったわね。その後、レッドブル以外にも海外からエナジードリンクが入ってきたぜ。どれも値段が高いのがネックだったが、値段以上の効果を得られると飲まれ続けたんだ。しかし、それも2012年に入ってきたあれによって変わるんだ。あれ？そうだ、モンスターエナジーだぞ。マザイなんて呼ぶ人もいたわよね。モンスターエナジーは量がとても多く、レッドブルの約 1.5 倍の量だ。レッドブルもモンスターエナジーもだけど、何が入っているのかしら？エナジードリンクの成分にはカフェインが含まれているんだ。これはエナジードリンクすべてに共通しているぜ。効能は、覚醒作用、解熱鎮痛作用、強心作用、利尿作用であり、副作用として不眠や頭痛、めまい等があるぞ。エナジードリンクの飲みすぎはカフェイン過多になりやすいという問題点があるんだ。栄養ドリンクもそうだけど飲みすぎには注意ってことね。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう、だぜ。